で今日はるくん、ふーちゃんの横がいいんやろ。出た出た。出た出た、寂しがり屋さん出た。なんで？ベビーと寝るの？ねんねすんの、はるくん。はるちゃん。ベビーとねんねするの？あれじゃあねんねさしてあげて。ちゃちゃ。ちゃちゃいらないってベビーは。おねんねさしてあげて。はるくんもごろん。はるくんもごろん。おやすみ。じ。おやすみ。じ。ポポちゃんにどうお嬢するの？ちゃちゃあげちゃった？ないよ、びちゃびちゃになっちゃうから。ポポちゃんお水飲まないって。びちゃびちゃになっちゃった。パンあげるの？パン。あ、おいしいおいしいって。うまい。パパ行ってくるわ。行ってきます。じゃあ。はーい。出て出て出て。パパパン。どうだ。バスケと空手よりもピアノがいいの。一家で育ったみたいになってる。戦いごっこしたい子おるし。楽しい？それは楽しいでしょ、ピアノ。パパに猫踏んじゃった、聞かせてくれる？猫踏んじゃった。そんなんじゃないの。ゴーくんが多分ね、選んだのをハルくんもやることだと思う。ゴーちゃん、ハル、うん、くんと一緒に何する？ハルくんできてるの？ゴーくんがやってるの見てね、多分ね、マブブ、そうか、マブブ、かっこいいなって。マブブ、ブブ、ブブ、ママ、ここお家やってる、お家でやってる、お家。え、ゴーくんがほんまにやんないとお家にリング買うけど。うまい。お家でやる？お家で練習する。お家でやったらさ、負けたのに。なんか勝負にこだわってた。自分がやりたいのでいいの？そうそうそう、ふーちゃんはピアノを選んだからいいんだよ、ピアノで。バスケも楽しそうだったらバスケもやっていいし、一つじゃなくてもいい。ママ、決まった？
バスケ？バスケやる？なんでバスケがいいと思ったの？空手じゃなくていいの？ピアノじゃなくていいの？なんでバスケがいい？ママが若干進めてるからじゃない？やりたいと思った？同じパパと同じみたいになろうかなって思った。あ、そういうこと？で、そうする？ママ、これまず書いたから、で、それがパトカーで、で、そのママが書いた車が捕まっちゃうの？ブブ早すぎるね、確かに。まあ、ブブ。そう、早くやったもん。ほら、ゴー君がパトカー書いて、今から捕まえに行くんだって、あれ。やばいじゃん。免停だね、それ。え、これ一発免停ぐらい走ってる。このやつって何？この水色。パトカーでしょ？うん、違う。違うの？このやつ。あ、じゃあそう、上の、それは何？警察署。あ、警察署から出てきたとこだって。今まさに捕まえ始めようとしてるね。すごいね。これが旗。旗ね。で、これは人？人だ。すぐ回収してくれる。そう、あの人が集めてね、あの人が 大阪まで届けてくれるんだ。早っ。失礼しました。変なってる。
なんで今日はるくん、ふーちゃんの横がいいの。出た出た。出た出た、寂しがり屋さん出た。でなんで、ね、なんで今日自分の場所じゃなくてもいい？うん、別にいいけど、どうせふーちゃんいつも寝てる間に自分のとこで寝てへんところで移動してる。口ビリビリって。え、何してるの？はい、僕はゴーくんです。ママ、ふーちゃんの隣で寝るの。寝相すごいんだもん。あ、そうか。いいんだけどね。いいんだけど。全然全然いいんだけど。ママ、ママみたいに優しくないから全然途中くらいだよ。怖い。それでもいい？うん、いいよ。ゴーくん。マコ。それよりもゴーくんがいるんだよ。え？いつも通り。はいはい。家の電気が。はい、もう電気消すよ。耳ふーちゃんを取り戻せ。耳？かわいい。耳はるくんパパ。いつもパパの枕使ってる。だってパパの方が取り戻せ。あ、パパ。あ、おやすみ。